こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。え今日は、テンバーアカデミーアマゾン室サポート。なぜサポートを受けてまでね、えー、アマゾン室、オーストラリアのアマゾン室で稼いだ方がいいのか。まあ、それについてお話します。まず、まあ、言うまでもなく、日本は仕入れ天国と、ね。日本より仕入れコストが安い国は見つからない、ね。商品は安い。そして商品の質を考えると世界一安いと。 中国の方が安いんじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、確かに同じ商品、ね、名前は同じ。例えばハサミならね、中国なら日本の10分の1の値段で購入できると。まあ、しかし商品の質が低い。まあ、結果高く売るのは無理と。まあ、そう考えると、た、えと、ー、え中国の安いものに比べたら10倍の値段であってもね、品質から考えたら全然安いと。 中国の商品は安くしか売れないけど、日本の商品は高くても売れるという違いがあります。まあ、そう考えるとね、日本ほど仕入れに恵まれた国はない。インターネットで仕入れ商品を探す場合、安く高性能なパソコンが手に入ると。ね、さらに高速で安定したインターネット回線が安く提供されている。都市部に出ると百貨店、専門店、激安店、問屋、i とそったらあらゆる店が揃っている。注文した品物が きちんと検品されて気絶通りに届くともう仕入れするのにこんなに恵まれた環境はないですで。何でも安く提供しないと売れないばかりか詐欺師扱いされる。日本の物価は激安です。働き方改革関連法案で所得最低水準を更新していく日本と。この仕入れが安いというのはね裏を返せば人権被害実質 世界一安いといととうことでもあります日本よりね人件費安い国あるんじゃないのと思っている方いらっしゃると思いますけど日本ほどね、えー、質の高い労働力しかも休み時間は給料もらわないとか差別残業とかね、えー、そういうのをクリアしてまあいくら払うとこの仕事ができるという考え方をした時ねおそらく日本はやっぱ世界一安いです。 さらにその安いね賃金を働き方関連法案でさらに安くするというのがね今政府の進めている方向でまあ多分その通りになりますのでますますえ所得は低くなっていくねえ日本で稼ぐのはますます厳しくなるとまあただね輸出する仕入れ場所として考えるとますます安くて良い商品を仕入れるチャンスが増えるという形になります。 輸出ビジネススで稼ぐスキルを身につければ日本は天国日本で働いて稼ごうと思えば日本は地獄というね、こういう両極端な場所になってます。例えばランチ代、ね、これ、とんかつ定食、ね、シンハー、どこでしょうか、タイです。日本だとね、ランチタイムだと、まあ、1000円で、もしかしたらグラスビールまでついて1000円っていうね、とんかつ屋さんあるでしょうね。まあでも まあ普通、ビールは飲まんと、ね。ビール飲まないにしても、日本だとランチタイム1000円で食べられますけど、タイだと倍の2000円。なぜなら、タイだとね、そんなランチタイムなんていうことをやんなくても客入るんで、わざわざ昼に安くするってことをやんないです。大抵昼も夜も同じ値段。これはベトナムも一緒、バリも一緒です。ね、なんと、日本人が物価安いと思っているタイとかベトナムとバリ島よりも、日本は実は食費が安いと。 えー、これはね、えー、かなり日本を出たことない人は分かってない、ショッキングな出来事だと思います。まあ、ただ、それぐらい、ね、日本は安いです。もうタイから旅行を来た人がね、日本なんであんなに安いの、食事って言って驚くぐらい安いです。筋膜リリース、あんま一般的じゃないですけどね、日本でも実は最近入ってきてまして、これベトナムのハノイで受けたんですけど、日本と対して値段変わらないと、ねえー。日本とベトナム ベトナム物価安いとか人件費安いと思っている人いますけど、とんだ大間違い、物価大して変わんないです。家賃なんかに至ってはね、日本より高かったりします。東京のいいところと変わんないと。ワンベッドルームのアパート12万とかね、 20万とかしますからね。何しろ日本と違ってね、えー、安全性が、まあ、ガードマンをいっぱい入れたりね、えー、ゲートをつけたりしなきゃいけないんで、その安全性に対するコストっていうのはやっぱ高いですね。えー、ハノイあたりって金持ちが住むところは日本よりはっきり言って高いです。まあ、そういうのを考えるとねもう、えー、食事も高い。食事も日本は安い。ね、家賃も安い。あと輸入品ね、ねシャンパン。 これ、輸入品をね、生産国より安く買えるのは、おそらく日本ぐらいでしょうね。えー、世界24カ国、25カ国かな。まあ、そのぐらい回ってますけど、えー、輸入したものをね、本国より安く売ってるなんていう既得な国はね、日本以外に見たことないです。大抵輸入品はね、コストかかってるから、えー、高級品で高いと、ねえー、いうのが一般的ですからね。えー、なんで輸入品が安いのというね、不思議の国、日本という感じですね。 輸入品安く売るぐらいですから、自分の国のものもね、当然安く売ってます。まあ、そう考えるとね、えー、もうえ何しろ安く仕入れられると。安く仕入れられるけど、ただ、その反面ね、人件費が安い、貯金なんかしてる場合じゃないと。ね、貯金しても焼け石に水というような形で、今、長生きリスクというのがね、日本の深刻なリスクになってます。ねえー 健康で長、ね、長生生ききななんんてね貧乏だったら長生きなんかしたららかしもう、地獄ですね、えーもうえー、まあ、こんな言い方しても何でしょうけど、オブラートにかぶせた言い方するとね、分かりにくいんで、えー、貧乏で元気な年寄りなんてね、子供から見たらね、もう恐怖でしかないと、早く死んでくれというような感じです。 まあね、えー、何ひどいこと言ってんだって感じなんですけど、まあ、長いことね、不動産の仕事をしてましたんでね、えー、家を売って長生きしてね、えー、老人ホーム入るとか趣味で金使うと、えー、さっさと死ねばいいのにというのはね、えー、聞いたことは一度や二度じゃないです。ねえー、そういうのが現実です。まあ、そう考えるとね、えー、もう、えー、年取っても自分で稼ぎ続けることができない限りは長生きなんかするもんじゃないと。 で今、老後破産っていうのは問題になってますけどね。えー、老後破産、5つの原因。5、ね、つの原因って家族の病気、本人の病気、家族のアクシデント、家族のビジネスの失敗、本人のビジネスの失敗と、よくある原因で簡単に老後破産します。まあ、それぐらいね、えー、働きながら作る貯金なんていうのは心もとないもんだと。ねでまあ、そんなわずかな貯金でもね、えー、あれば家族の争いのもとと。 貯金がどんどん減っていくから親もさっさと死ねばいいのにとかねそういうのを思われちゃうわけですからあればあったで争いのもとですであるいは節約してねせっと貯めたのにインフレが起こったらみるみる目減りしちゃうとでこのインフレ何言ってんの今デフレじゃんっていうのをね思う人もいると思うんですけどもうこれね今の金融緩和行き着く先はハイパーインフレとねハイパーインフレっていうのは極端なインフレですからね、えー 将来、ねえー、老後安泰で暮らそうと思ってためた3000万。ね、いざ、その老後、えー、30年後、あるいはね40年後、老後は来ましたと。ねえー、安泰で暮らせる家一軒分買えるぐらいの値段だと思ったのが、なんと、ねえー、タクシーに乗って、えー、ちょっと遠出したら、ね、タクシー代にしかならない金額になってましたというのがね、えー、起こり得ます。まあ、それがハイパーインフレってやつですね。 で現実問題、戦後起こってますし、まあ、いろんな国でもしょっちゅう起こってます。で日本の場合ね、えー、それが起こる可能性は非常に高いという形でね、えー、ジムレジ・ジムロジャースは言ってますし、えーまあ、そうなったときにどうするんですかって話ですよね。でお金があれば、税務署は必ずやってきます。ですからね、資産、貯金っていうのは意外に頼りないというのがね、えー、実例としてあります。 まあ、家族の争いのもとになるか、インフレで役に立たないのか、ね、あるいは、えー、税務署に捉らちゃうのか、まあ、どっちみちね、えー、役に立たないか捉らちゃうか争いのもとになると。じゃどうすればいいんですかっていう話なんですけど、もうこれはね、えー、必要な時に、えー、必要な金額を稼げるようなスキルを身につけるのは、えー、一番と、ねえー。一番というよりも、そうしないと、えー、本当に役立つ、えー、年取ってね、 生き,てき生きててよかったなと、ね、長生きするもんだねと思えるようになるには、えー、自分で稼げる力をつけないといけない。貯金なんてのは全然当てにならないということです。まあ、ここで日本に住んでいるあなたに朗報です。アマゾンがあります。世界最強のネットショップで現在も伸び盛りです。しかも、物販未開の地、オーストラリアアマゾンが間もなく開始予定です。まあ、これね、もう開始してるんですけど、 システムがまだちょっと物足りないと。物足りなくてもね、えー、十分、ただ日本で売るとか、アメリカに売るとか、えー、そういうのに比べたら全然魅力的です。Amazon オーストラリアがスタートしました。これね、高品質な配送サービスを構築して、Amazon がオーストラリアでの物販をスタートしました。Amazon で物を売るために必要な3つのもの、ねえー、身分証明書、銀行口座。 クレジットカード。これはね、日本人であれば、えー、クリアできますんで、Amazon、えー、で販売することができます。そして日本製品は世界中で高く売れます。Amazon 出は簡単です、ね。仕入れたものを販売して儲かったものを売り続けるだけです。まあ、しかし、独学ではこのような理想的な結果にはなりません。ねえー、誰でも初心者がね、恐、え、れ、ー、もせずやれば儲かるんだったら、えー、あっという間に飽和しちゃいますんで、そうは甘くないと。 売れ残りのリスク、経費倒れのリスク、返品リスク、アカウント削除のリスク、さらにねオーストラリアならではの規制とか、ね、間違いを回避するというのがね必要です。これね、雪の怖さをなめる東京人ということでね、東京の人ってね、 雪が降るたびになんか大騒ぎして電車は止まる、転んで骨折、怪我したとかってやってますけど、まあ、なぜ雪国の人の真似をしないのかなって、雪国の人のアドバイスを聞かないのかなというのがね、不思議な気がします。ねえー、ハイヒールで雪の日に外出するなよって、ノーマルタイヤで車乗るなよってね、いう感じなんですけど、まあ、なぜかね、えー、みんな、みんな歩いてるし、えー、大丈夫だろうというね、よくわかんない根拠のない、えー、安全神話で外で出て、 まんまと転んで怪我したり痛い思いしてます。そういう形で経験してる人にとってはね、えー、なんてことない出来事も初心者には対応不能な大問題というのがねよくあります。これはオーストラリアのアマゾンについても一緒です。えー、アメリカでアマゾンで今までずっと、えー、何年間だ、えー、6年間 そして輸出の前に輸入のサポートで4年間、もう10年間ね、この転売のサポートを私はしています。まあ、さらにオーストラリアにね、3年半住んでまして、また来月オーストラリアに行きます。まあ、そういった状況でね、オーストラリアのことも、アマゾンのことも分かってる。まあ、私がサポートすれば、このオーストラリアアマゾンで月30万稼ぐセブンステップ、ね、アカウント開設、ね、銀行で お金を受け取るアカウントを開設して、オーストラーアマゾンのアカウントを使って、ダイソー商品、もうどんごいもまる100均のダイソー商品を納品すると。で、売れた商品を補充して3販売倍で、えー、さらに類似品も芋づる式に増やしていく。で、目標利益ね、まあ、とりあえず30万という形にしてますけど、まあ、これを達成するまでこの商品を増やし続ければいいと。でね、えー、増やすのがうまくいかない場合には、もちろんうまくいくようにサポートします。 これ別に人によって10万で言った方もね、いや100万欲しいという方もいるかと思いますけど、まあ、とりあえずね、オーストラリアやっぱ稼ぎやすいんで、まあ、まずは半年で30万というのをね、一つの目標にしてやっていただければなと思います。でこのセブンステップをね、次の通りサポートします。まあ、チャットワーク、まず回数無制限、スカイプサポート、月2回、1回45分予約して使ってください。 で、チャットワークとかスカイプもんぞやという方はね、メールとか電話でもサポート可能です。そして、オーストラリア、アマゾンで稼ぐために役立つことは全てサポートします。もうそれぐらい自分で調べてくださいとかね、あ、それ前も聞いたからちょっとあの、調べてから聞いてくださいとか、そういうのは一切ないです。ね、何度何を聞いていただいても OK と。で、最初の投資費用は、半年分のサポート費用が55万円。それと、商品仕入れ代の 20万円、合計75万円あれば、えー、稼げるように、えー、サポートします、まあ。つまり、あなたが負うべきリスクは、ボーナス1回分の費用と、リターンは一生ものの自分の力で稼ぐ、自分で稼ぐ力です。節約して、ボーナスを毎年賞金して3000万円貯めても、ちょっとしたアクシデントではなくなる。一方、身につけたスキルは、アクシデントの時こそ使えます。まあ、一見、安全な貯蓄が実はハイリスクローリターン。 そして自分自身のスキルを高めるというのは、ローリスクハイリターン、最も効率の良い投資なのです。地に足のついた副業サポートしています。これね、男の子と女の子のね、えー、サポートの、サポートの内容というかね、えー、夢の内容ってのは極端に違うんですけど、これね、女の子っていうのは、なろうと思えばなれるものになろうとすると、ねえー、現実性があります。 男の場合はね、学者とか博士とか野球選手、サッカー選手、いや、普通それ無理でしょうというのをね、憧れると。これ何が言いたいかというと、男の人ってね、ビットコインってね、送り人にとかね、えー、なんか、事、えー、業を始めて、えー、日本を元気にとかね、なんかいやいや、それ多分無理だと思いますけどっていうのを目指す人が多いです。ままあ、そうではなくてね、まあ、地に足のついた えー、女性なんかに人気の私のサポートをやっていただければ、まあ、結果が出る形でサポートをしていますでまずは、ねえー、その現実的に稼げるサポートどんなサポートか、まあ、10倍以上で売れた、ねえー、ダイソー商品の例も掲載してますんでまずはここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください、えー、ここをチェックして、ねえー、ご覧になってみてください以上天板アカデミー堀秀夫でした